アイオンは、カナダ・オンタリオ州ウォーター・ルー地域で、グランドリバー交通局により運行中のライトレール、バス・ラピッドトランジットである。建設工事は2014年に開始されており、2019年6月21日に開業した。LRT 路線ながらも、貨物列車の運行も行われる特殊な路線である。ウォーター・ルー大学駅とフレキシティ・フリーダム・ローリエ。 ウォータールー公園駅リサーチテクノロジー駅、車両基地、整備場2009年に、環境アセスメントが、キッチナーとウォータールーを結ぶ LRT と、ケンブリッジへの BRT を含む計画を提案。地域議会が賛成多数で可決され、オンタリオ州と連邦政府への財政支援の要請を開始した。その後2011年に第一フェーズの予算案が、地域議会で可決。 2014年に建設が開始されている。イオンという名は3年間にかけ住民から意見を4000以上収集し、住民から好まれたものとし有識者で決定。電化を帯びた原子であるイオン、そしてギリシャ語のアイオンは移動を意味する五感も含む。また直結する、エクスプレスやグランドリバー交通局路線ともつながる五感があると、されている。 ウォータールー地域と同様にスマートで未来志向、常に前進し、最先端な交通システムという印象を持つ。地域議会で承認されたルートは、道路上と道路外の組み合わせとなっている。5時から深夜1時までで、ラッシュ時は8分間隔、日中は10分から15分間隔での運行となる。また、午前1時5時までの間の深夜時間帯は、貨物列車の運行も行われる。 貨物列車は車体幅が広いために各駅構内は単複線の構造となる。アブトは2015年9月に開業したフェアビューパークモールからエンズリーストリートターミナルまでを結ぶバス路線。2019年6月24日からはルート302となる。バス停は次の通り。ルート302のバス停は次の通り。ありがとうございます。